これケースかな、なんかな、あとね、デビッド・ブラウン、これがあのあれメジャーだから、これデビッド・ブラウンの850じゃない、850だよな。ほんで普通な後になってデビッド・ブラウンってのは白くなったんだよな。ほんでこれ俺機関車機関車って言ったんだ、これちょっと深かげっと、すごい煙が上がって面白かったんだ、その時。また今度はこれはデキスターでな、なんでデキスターかな、これでプラを引っ張って、はでこれこれね、これファーガソン、これはこれ強烈ドイツでねかな、これ詳しい人に見てもらいたいね。そうそうそう、俺これ、ね、詳しくないからな。あとこれがほら農場にあったようなあのジョンデアランツって買ってるでしょ、あるね、よくこれ見かけますね。そんでジョンデアになってからまた別になって、これは何だろう、これなんだろう、これもちょっとな、このあのなエアクリの台のあれが同じようなもんだけど、この当時のこれ写真のこと、これがな、あのトヨタ、トヨタのトヨタ、トヨタのトラクターってのは、そのトヨタのトラクターは、この試験場に来て一生懸命私たちが言ったうちに試験したんですよ、検試験とかこの試験とか、マフラーのこのまま、その時に、あのここであとボツになっちゃった、これ生産しない、じゃあ試作機ってこと、そう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 、試作でトヨタが作ったんこれ、そう、あのトヨタのトラクター、そんで覚えてるの、これがここにしかなくて、いろいろこの、プラをかけたりとかして、この形がね、俺たぶんそうだなと思っていたんですが、それのそれだけの写真っていうのがちょっとないんで、これは何、これは小松、小松のトラクターか、そうそうそう、今のトラ小松だ、小松、あの今とこっちの D なんだっけな、50、あの今だ、あのこれはこれさっきのこのデビッド・ブラウン、これでね、デビッド・ブラウンか、みんなこれで作業して、すごいなこの写真、そんであの小松のDW あららららら、ブルブル、これはカツラ出し用で、カツラ出し用だ、これここでね、みんなあの乗ってあるってどん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 遊んできたわけです。これも昭和40年の最初、そうそう、そう、じゃあ40年の後半だな、これは小松なのかな、1ヶ月以上、これ小松、小松だよ、これこういう顔してたんだ、これは勝田さんに詳しく言って、みんなこれ私ほら受賞やってとこ写真撮ってもらって、ちょっといいですか、私ですからね、ちょっと本当にこれは勝田さんに説明してもらうしかねえね、そうだね、さっきのあれとかね、これだ、すごいな。でこれはとコンバインだ、これは汎用コンバイン、あほらこういうな、あのインターでこういうでかいトレーラー引っ張ったんですよ、これあとね、あのほらほら、まあこれは昔の車でねえけど、これこれ三菱のさっきほらアイズノールデンで乗ってたあれのやつの、あれのやつのこのキャタ、はあ不思議な、こういうのあったんですね、試作品って、これも私が三菱の、そう、あのあれ R20 なんだっけ、あのさっきあったでしょ、この表のあの会津の輪の、これね、あのあそっか、それにあのキャタをかけた、こう後付けですかね、そもそもこれ真ん中に軸やっただけで、これこういう普通のタイヤに巻いてるだけ、沈まないようにってことでしょ、そうそうそう、今のあのハンクローラーの、これは量産されましたか、いやあ、ここでしか見たことないよ、これは例えばこれも、ここで見たっきり、そうそうそう、あとあのほら八郎型でね、よくあの鈴間からって報道につけたり何だりしてこういうのあったと思うんですけども、あ、これ何でしたっけ車種、三菱ね、これこれこれ、この一種、あ、この三菱か、これと一緒ね、これと一緒、あ、それに巻いたんだ、これそう、それに巻いたの、へえ、ゴムだろうねこれ、いや鉄だよ、鉄だよ、鉄巻いたんだ、こんなんでや、よくやったね、これは小林さんどこで撮ったんですか、これ同じノーリンスの機械検診だ、こんなんその辺でどこでも、でこれがあの佐藤君っつって、今これアメリカに在住してる、俺の同級生だ、やってるん、そうそうそう、それがこれあの俺発動機なんでしたりしてから、ほんで来た時にあの俺もあのアシシャルマ買ったとか、なんか写真送ってよこした、これも小林さん、そうそうそう、これもさ
いやいや、こんなジャーナリストたちこんな顔してやったんだかとかして。なるほどね。あのシングルクラッチな、あのダブルクラッチになって。おいで、これは今度は後ろの左右でドーンとあのリア下ろすとドーンと降りから今度はこんな騒いでこんな下ろして、これはね、胸の中のあの中高バイトやってるわけさ、この中これは土井君っていう突然君の、これあのファーガソン、はあ、うん、これはあのこの頃今度は久保田の30いくつだと思うんだよ。